私は捕まんないわよ。この場所覚えてる。大きなお侍さんたちの家だ。ここに住んでおったのか、ユキちゃんよ。お母さんと長くはなかったけど。ほう、なぜここを離れた。何かあったのかの。嫌なことがね。ずっと前にそうこんな感じだった。なあ、安心たる記憶じゃったか。すまぬ、忘れてくれ。城へ向かおうかの。手元を振る。やったぞい。奴らを止めてみせる。ユキちゃんや、そこを出てからはどうしてたんじゃ。なんで知りたいの。いかにしてお前さんがものを学んでいったのか気になっての。人から学んだのもあるし、そうじゃないのもある。もし教えてくれる人がいなかったら。あれば自らで自らを教えればよい。見て学び、己に問い、己で解を出す。どうじゃ。小型の鍵。あと少しだから、素早くする。膝はつく、首はぐさ。逃げちゃ、ネズミの歯。膝はつく、首は素早く鋭く。早く。良いじゃろ、来ておる。位置についたわい。おお、やったぞい。役人を倒したぞい。敵の士気は弱まっている。進撃だ。別の役人が倒された。忘れるぞ。紛らわしい風だ。老骨にしみるの。以前なら大したことではなかったんじゃが、最後の質問じゃ、ユキちゃんよ。わしはどうやって銃の音を消したと思う。それは、そうだな、そんな難しいことわからないよ。人生とは素晴らしい先生じゃよ。じゃが、人が指導してくれた時にしか分からぬものもいくつかある。わしの手ほどきを受けてみるかの、ゆきちゃん。つまり先生ってこと。それがお主の望みならの。本当。はい、教えてほしいです。戦場で弟子ができるとは思わんかったの。私は耳を塞いでね。竜の叫び。リロードするの。最後の一発。心配なさんな。わしの足。宝禄飛矢。小刀さん、起きてよ。
にざわつく。素早く、鋭く。もう一度戦うんじゃ。どちらからは見えないのよ。近道を探すの、マカ。いいえ、近道を探しましょう。見えないでしょ。中距離。なくなった。小刀さん。相談じゃ。すぎるわ。バーン。弾がないわ。リロード。ネズミの歯。やめてください。グサ。小刀さん、起きてよ。膝はつく。首は耳を塞いで弾がないよ。リロードするの。さらに進撃だ。進め、将軍のため。我らの出番だ。上様のために。我らは勝利を収めるであろう。栄光のために。気をそらせ。俺が弟で。向かっているぞ。王子学園。何か聞こえたよ。気を散らしちゃいかん。死に立ち向かえ。再び共に困難へ立ち向かうことになりましたな。あんたと働くの割と嫌いじゃないですか。それは光栄な話だ。近くにいるな。後ろの底か。外壁はさほど遠くない。では死に望むとするか。無限、聞かせてくれ。なぜいつも死を求める。名誉の死はそれほどまでに大事なものなのか。上様に仕える者として当然のこと。隼人殿も拙者と同じでは。いや、俺はただの雇われ傭兵に過ぎる。主の死やはりわからねえ。名誉にいかほどの価値があるというのだ。そんな命の代わりになどなればと。貴殿はなぜこの混沌へ。拙者についてくる。金欲しさいいか。いや、俺は責務を持ち、責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も拙者の使命を理解せずとも構わぬ。何でもない。だが己が使命はしかと心に抱かれよ。後ろにおられるか。ああ、ここだ。ここじゃよ。ユキちゃんもじゃ。よし、急ぎ供給庫を破壊いたそう。早速戦闘か。もうすぐだ。近道を探そう。刀が血を吹く。伸び足。素早く。計画通りにしろ。
横たわっていろ。移動中。戦だ。直ちに。通りすがりのものだ。手裏剣術。せっせっせっ。いいだろう。早く。大砲に注意しろ。急がねば。刀を使わねば。名誉とともに死ぬがよい。心配なさんな。直ちにそこに向かう。動くのがよかろう。素早く、鋭く、早く。剣術。ここに向かう。動くのか。ねえ、年には勝てんわい。行くぞ。忍び足。上様のための刃。はっ。骨のある敵だ。計画通り。剣術。刃が血を欲しがっている。死に立ち向かえ。年を取ったかね、無限殿よ。この子にとって年を重ねるは誇り。秘伝が何よりの賢い言葉じゃ。うん、賢いぞ無限殿よ。もうないぞ。これで鎧も貫けるぞ。恐ろしい武器を。手法向かっているぞ。恐ろしい武器を。我らの出番だ。手法。通りすがりの者だ。直ちにそこに向かう。準備完了。ピストル準備完了。弾は込めて。反乱軍は軍備を失った。今こそ好機。おっこととの戦いの覚悟を決めようぞ。手元を狂わすなよ。位置についたわい。やったぞ。足を使うかの。おお、やったぞい。朝になるときついじゃろうな。早速戦闘か。勝利は
我らのものだ。少しだから。何かあるぞ。逃げちゃダメでしょ。早く。ねえ、肋骨にしみるの。なんだ。我らは勝利を収めるであろう。昔を思い出すの。上様のために。立ち風。急ぐぞ。以前なら大したことではなかったんじゃが。心配なさんな。できないってば。拙者は反対だ。名誉のために。幸運じゃな。素早く、鋭く。戦だ。急がねば。爆風。足を使うか。